こんにちは。バーチャル女子プロレスラーのリリトです。8月31日に行われたオールアウトが大盛況に終わったアメリカの AEW ですが、そこで初代 AEW 世界王者になったジェリコ選手がベルトを紛失してしまいました。しかもこの事件は何やら奇妙な方向へと進んでいます。そんな今回はこの事件の現在までの経過を説明するので、最後までご覧ください。それでは早速行ってみよう。世にも奇妙なベルト紛失事件。8月31日に行われた AEW のビッグマッチオールアウトでハングマンペイジ選手を破り、見事初代 AEW 世界王者となったクリス・ジェリコ選手ですが、そのベルトを数時間後に紛失してしまいました。ベルトは大会後にロングホーンステーキハウスという店で食事をするためにリムジンに残され、その間に盗難にあった可能性が濃厚と考えられています。被害届を出したジェリコ選手は窃盗犯への威嚇とファンへのメッセージ動画を公開しました。それにしてもジャグジーに入りながらなんて真剣味がないですね。ベルト制作費が約300万円と言われ、注目団体の初代チャンピオンベルトと聞けば、その流通相場はそれ以上になると予想され、美味しい獲物であったことがわかります。そんなチャンピオンベルトですが、日本時間4日、タラハシー警察のフェイスブックにて道端で見つかったとポストされました。しかしここからこの事件は奇妙な方向に進み、この投稿は削除され、現在捜査中に戻されました。このことを入籍者が尋ねると、事件はまだ解決していないという返事が返ってきたとのこと。一体何が起こっているんでしょうか。肝心なチャンピオンベルトはストックがあるということで、王座戦に支障はなさそうですが、突如投稿を削除するとは何かよからぬことを想像してしまいますよね。ずっとフリーメイソンに違いない。今日はここまでです。もう夏も終わりましたが、今回はオカルト話風になってしまいました。皆さんはこの隠蔽をどう解釈しますか？ご意見聞かせてくださいね。本日も最後まで見てくれたあなたが大好きです。お相手はリリトでした。それでは。